皆さんおはようございます。今日って十五夜なのかな、本当に。いや、どうなる。9月10日十五夜なのか。ちょっとなんかさっきインスタで今日お月見だって書いてる人がいたんですけど、うんうん、たまたま今日ケンタッキーの月見バーガーをね食べてほしいっていうリクエストもいただいてたので、ピさんと一緒に食べながら食べていきたいと思います。はい、どうぞ。ありがとうございます、はい、せーの、乾杯。私ジンジャーエール、メロンソーダ。うん、うま、うま。久しぶりに炭酸飲んだわ。炭酸うまいね。うん、暑い時炭酸めっちゃ飲みたくなる。飲みたくなる。これだけチーズにして、とろーり月見のチキンフィレサンドと和風チキンサンド買いました、うん、これね半分こして食べようと思って。え、めっちゃ美味しそう。うまそう。ディディンディンディディン、ほら見て。うん、ビジュが最高やね。見て、美味しそう。あ、大変だわ。大変だわね。やっぱ具沢山だからさ、あ、溢れちゃうね。あ、消えてる。 お、いいじゃん。わ、めっちゃ美味しそうなんだけど。ビジュやばいね。ちょっと包丁向けちゃったあ、大変だん。あれやってない。それでは、せーのでさん、はい、いただきます。いつやるんかなと思ってたよでもまだ食べる直前かなと思ってた。大丈夫やね。うん、耐えそう。うん、うまっ。うまいね。おいしい。普通に楽しいマヨ？マヨチーズ。うまっ。え、初めて食べた？ケンタの月見。うん、多分記憶にはない。美味しいね。ケンタは結構食べるけど。うん、うん、このマヨがいいわ。うん、うん、ね、うん、チキンもさ、めっちゃカリカリじゃない？うん、ね、美味しい。ケンタッキーのチキンって感じだね。うん、この中のチキン。うん、うまっ。うまっ、うん、美味しいわこれ。安定のポテト。安定のポテト。安定のポテト。太いのも美味しいよね。うん、うまい。どっち派？マヨ拭いたら。マヨどこ？ここだよ。でももう絶対太いのか細いのどっちしか食べれないかって言われたら、うん、細いのかも。うん。もう絶対太いのはこの世から消え去りますとか言われたら。ん？うん？一生細いのが食べれないか太いのが食べれないかと言われたら細いのを選択する、うん、細いのを一生食べ続けるってことね。うん、うん、うん、まあ、うちは迷いどころだけど、うちシナシナポテトは好きやで。うん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 、私もだよ。だからマックでもめっちゃカリカリのとシナシナあるやん、うんうん、あれシナシナ派だから、うん、うちはこっちでいいから。うん、どっちかだけしか一生食べれませんって言われたらこっちに。うんうんうん、でも確かに細いポテトってあんまりカリカリホクホク系だよね。カリカリってあんまないもんね、うん、そうやね。なんか稀にちょっとカリカリしてるのあるけど、うん、美味しい。やっぱモスとはちょっとまた違うよね。長いね、うん、長いうまっ。なんかそこのさ、あの結構お店のあれ出るよねポテトってケンタはどういう感じ？どういう感じ？いや、まああの悪口じゃなくていい意味で全部しなしな時間だったからってな。だってもう買って1時間ぐらい経ってる。カリカリやったのかな、わかんない。帰りに食べればよかったね。じゃあ勢いで全部食べちゃったあ、もうなくなっちゃった美味しい美味しいとか言って気づいたらない、うん、あれってバーガー切ろ。はい、お願いします。和風チキンカツサンド。カツサンド。え？カツサンド。カツサンド。わ、こちらはね、キャベツなんですよ。うん、千切りね。はい。うん。こんな感じです。いいね。わ、いいビジュしとるわ、こっちも。美味しそう。ででん。わ、こっち黄身やばいわ。食べていいですか？せーの、食べるな。せーの、食べるな。うん、はい、すいません。うん、うん、カ
カツ柔らかくない？うーん。うまっ。うまいね。タレうまいわ。おいしい。タレうまいね。うん。甘辛いタレがいい。うん。カツが柔らかすぎてびっくり。うん。めっちゃ柔らかくない？うまいね。うまい。うん。なんか私はバーガー2つ食べれる、2つとか3つ食べれるけど、ピさんは1つと、なんかまあ一般の方ぐらいの胃の大きさだから半分化しました。2つの味を楽しみたいということで。うん。でもケンちゃんのハンバーガーで、うん、意外と小ぶりやね。うん。でもさ、チキンが結構しっかりしてるからさ、薄くないじゃん。うんうんうん。だからこれもう1個食べろって言われたら食べれる？何もなかったら食べれる。あ、サイドがね。うん。美味しい。今日ドライブスルーめっちゃ混んでて、私店内まで買いに行ったけど店内も20分並んだ。ありがとうございました。うん、ちょっと別の場所で車を止めて待機しておりました。涼しいエアコンガンガンの中で。別に私も店内は涼しいよ。でもさ、歩いたやんちょっと、うん、後ろ回ってたところで、うん、それがちょっとやっぱ申し訳ないやんと思った。全然いい。まゆうちゃん暑いの嫌いやん。暑いの嫌い。だからって何やから持ってきとるかなと思って、なんかクリスピーちっちゃくなった。気のせいやろ。気のせいか。しばらく食べてないからちっちゃくなっとるんです。私はツイスターのバジルレモン、うん、初見です。初見、はい、初見の。美味しそう。うん、味はどう？味、うん、バジルレモンのグッとさっぱりしたよね。うん、うん、もうこれは言わずもがない安定でめっちゃ美味しい。うん、うん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 、うまい。うんうん、さっぱり。うん、うん、久しぶりに食べた感覚。うん、うちらが最近ハマってるものの話しよう。ゲーセン。うちら最近 UFO キャッチャーにハマってて。めっちゃあったよね。でも私はやっぱメダルゲームにやっぱちょっと惹かれるんや。うん、うーん、え、マリオのメダルゲームみんな知っとる？あれめっちゃ、うちでもユちゃんに言われて初めて知ったの。ほんと？うん。いや、マリオのメダルゲーム楽しいね。あのマリオパーティーみたいなやつなんだけど、あれをこの出会いに行ったらもう全部埋まってて、メンテナンス中の台もあったんだけどやれなくて、ちょっとマリオのやつリベンジしたいなみたいな、ね、うんうん、いいよ。でも違うメダルゲームのやつやったけど楽しかったね。うん、何やったかな、よくわからん、よくわからん。なんか世界のなんか、うん、なんかやったよね、うんうん、でもなんか一番割と、うん、あの普通の UFO キャッチャーとかより、うん、あのバスケのゲームとか、うんうん、ジュラシックパークのやつとか、うん、このお金を払ってちゃんと、うんうん、なんていうの、対価が返ってくるものが好き。対価なんか UFO キャッチャーってさ、ちょっとつぎ込まんとさ、うん、対価返ってこんやん。でもそうじゃなくって、うん、もう一回1プレイでもちゃんと、あ、楽しかったってなるやん。うんうんうん、まあ、UFO キャッチャーもさ、そのトレン、うん、勝ったり取れたりするのが楽しいっていうのが醍醐味なのかもしれんけど、うん、でうちはそっちよりお金使うなら、うん、ワンプレイしてちゃんとこう、あ、よっしゃみたいな感じを味わいたい。うんうんうん、はどっちかって言ったら、うん、だらそれで言ったらメダルゲームも割とさ、こう入れてかんとさ落ちてこやんね。うん、楽しいけど。うん、でもゆーちゃんは結構一緒に行くとさ、こう結構 UFO キャッチャーとかやるやん。うん、もう対比で言ったらさ、多分うちはあんまやってないと思うのよ、意外と。そうだね。うん、いや、なんか自分の中でハマってただけで、私なんかジュラシックパークとかやったことなかったから、こう鬱系のゲームをやったことがなかったから、うんうんうん、楽しいんだなって知って、うん、まあそっちの方が確かになんか得だよなみたいな。まあ元は取れる、なんか、うん、まあ、ね、うん、楽しむ対価としてワンプレイ、うん、まあ200円とか400円を払ってるわけだよね。うんうん。レイフォーキャッチャーで言ったらさ、何年入れたら対価返ってくるかって分からんやらな、うん、1回で返ってくるかもしれんし、10回ぐらいな買ってくるかもしれんし、うん、やん、うん、でもそれはもう分かっとんやん、うん、こんだけ入れたら絶対これこんだけ分はプレイできるみたいな、うん、それがいいよね。確かにそれがいいよねっていうか、いや、それは人それぞれね、価値観違うでさ、まあ、うちはそう思うってだけやけど、でも、取れんくてあーってながら楽しいよね、うん、UFO キャッチャーは、うん、
気づいたらお金なくなってるからあれ気づいたらもう小銭ないもんあれみたいなさっき両替してるねみたいなね、うん、でもりちゃんは結構もう勉強なさってるので UFO キャッチャーの動画をねずっと見てこういう台はここを狙えば取れるとかやめてよそんな取れてないからでも取れてないけどでも何も知らん人よりはさ、うんうん、取った方がいいやん、うん、あのうちは全然その勉強とかしずに勝手にもう行って勝手に取れんけど取れてかまあ取れんけどやるんやけどりちゃんは結構ねあの真面目なので取るために努力してますだからいつも行くとあこれここ狙ったらいいんだしとか言ってでも結構取れとる方やと思うけどねかな、うん、でも取るのいつもおかしい買った方が安いだろ大体おかしいやねうちらでもさ逆にさせっかくだからさお金何円入れたかどうかわからんけどぬいぐでかいぬいぐるみやるとさ、うん、結構ね取るまで時間かかるやん、うん、ワンプレイ100円やったとしても1000円弱とかかなぐらいかかるんじゃない、まあ、プロじゃなかったらね確率機やったらねお金投資しらやっぱりアームの力がもうへのへのやでさ、うん、それ考えたらまあね食べるものの方がそれ 何千円とか投資してでも置いとくだけになってもらったらねちょっとかわいそうやん、うん、ほんとめっちゃそのぬいぐるみ欲しいってなったら別に完食なんか S 結構入ってたね意外とね、うん、S の石は入ってるね、うんやっぱ太いでボリュームあるんかねボリューミーうん飲んだ全部全然飲んだよまだここまであるようんうちさマジで飲まないんだよね本当にこういうセット飲み物あうまポテトが喉に詰まるからこれで流し込んでるおいしい美味しかったねうんいい感じの分数だよ、うん、ジャカジャカタイムあるあジャカジャカタイムしよう、うん、あでも2種類しかないよねバーガー、バーガーでしょうね、うんまあ、だってクリスピーって言われたら私え何これえってことそうチキンフィレか和風カツサンドで、うんうん、それでは毎回恒例私が一番タイプだったのはジャガ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 チキンせーのチキンフィレサンド和風うん私チキンフィレサンド、うん、うちはカツサンドやったねあ、ほんといやカツサンドの美味しかったポイントをやっぱりタレですねあれはタレがうまいタレとマヨネーズとあの半熟の卵ですかあれがねもう超相性抜群やったねうんうんうんあとやっぱり柔らかいあのパサパサを感じさせないカツだったよねあれ、うんうん、柔らかくてこうすぐもう噛んだらもうポロッとほろっとほろっという感じでもうすごい美味しかったですよかったです、うん、私は、まあ、チキンフィレサンドだからあのケンタッキーのチキンがまんま入ってるからやっぱケンタッキーの月見ですよみたいな感じの味がしてうん美味しかったですならではの味やったとええなるほどこれがケンタッキーだっていうのを見せつけられた感じがしましたマックも食べたんでせやなそう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 見せつけられました美味しかった美味しかった噛み締めて美味しかったせーのごちそうさまでしたはい皆さんもよかったらねケンタッキーの月見食べてみてくださいバイバーイバイバーイシュー